何でしょう。中年のおっさんと小学生がデートをしていたと。いやね、デートをしてたってね、何が基準でデートか分かりますか？ちなみに何してたんですか？え？デート。いや、その内容。え？はい。デート。いやね、その内容です。え？スイーツを二人で食べていた。いやね、それはね、デザート。デート中にデザートを食べるのはまあありがちではありますけどね。問題はその後。え？スポーツで、はぁはぁ汗かいた後にフィニッシュしていた。まあ最後はそうなるわな。私ならその女の子を買い出して一人でフィニッシュ。これが大人の対応です。